なほちゃんが得体の知れないものを注文する。
超甘じゃない？星が7つ乗っててね、ミルクいっぱいかかっててね、うまいのこれ。この子がさえのきなほちゃん。同じ学校の同じ学年、同じクラス。この子も少し私の環境と似ているところがあって、話というか気もあって、よく一緒にご飯とかしてるんだ。何より可愛いでしょ。一緒にいると女子の私でもなんだかふにゃーってなるから、この子大好きなんだね。うまいからさやかにもあげるね。ありがとう。じゃあ私はバターたっぷりパンケーキ。かしこまりました。とても夜の9時過ぎに女子が取るカロリーとは思えないけど、今日は二人とも朝から何にも食べてないから、これぐらいは全然いいのだ。てっ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 て。なほちゃんがトゥインクルの曲を口ずさみながらタオルを眺めている。この子こう見えて実は普段は超クール。学校のクラスメートがこの姿を見たら多分びっくりするはずだよ。私と二人っきりの時にだけこんな猫みたいな面白い姿を見せてくれるの。友達としてそれが結構嬉しかったりするんだ。そんなに喜んでくれたら誘った私も嬉しいよ。おもむろに顔を上げて、なほちゃんが私の目を見つめてくる。吸い込まれそうなくらい澄んだ瞳。このところあんまり休めてないんじゃない？顔に出ていた疲労は完璧に消してきたのに、なほちゃんはしっかり見抜く。この子に隠し事は絶対にできないな。うん、この2ヶ月土日なしだったよ。声優さんとかドラマとかウェブラジオとかすごく忙しそう。なほたんもじゃん、毎日飛び回ってるでしょ。ラジオだけじゃなく心霊取材とか読モとか。そうだ、今度映画にも出るんでしょ。すごいじゃん。ただのエキストラだよ。斎藤匠の後ろでずーっとフレンチ食べてるだけ。てかまだ行ってなかったのにどうして知ってるの？ほんとね、田口さんのブログ超書いてあったよ。太文字でみんななほちゃんを応援してくださいって。げっそりとした顔でなほちゃんはペタリと机に伏せる。あの人の横では何の話もできないな。顎を机の上に乗せて、ほっぺたをぷーっと膨らませるなほちゃんをしばらく眺めて、私はいつ切り出そうかと迷っていた相談ごとに触れてみたの。あのね、なほたん。今度私のラジオでさ、怖い話特集やるの。あ、突っ伏したままのなほちゃんが目を開ける。おや、興味ありかな？なほたん声いいしさ、ぜひ出てくれない？リスナーからの怖い話のお便りに専門家のコメントをつけてくれたらと思うの。なほちゃんは机に頭を乗せたまましばらく考え込んでしまった。何か心配事でもあるのかな。けれど私は今一瞬この子の目がキラッとしたのを見逃さない。もう一押しだね、お願い。なほたん顔出し OK でしょ。うちのリスナーさんたちも私たちの関係知ってるから、なほたんまだーってメールがしょっちゅう来てるし、超喜んでくれると思うんだよね。何より私がなほたんと一緒にラジオをやってみたいの。にゃむにゃむ。あ、にゃむにゃむした。
この子興味を示したわ。あとはカリカリで釣ればきっと飛びつくわ。ほら、にゃー、ほら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 、ごにゃー。たまにナホちゃんは猫に、私は飼い主さんに化ける。じゃあギャラは金の猫か。ことなんだぜ。じゃなくてキルフェノンのカフェをご馳走するのでどう。ナホちゃんの顔がパーッと明るくなる。うん、出る出る。ありがとう、大好きナホちゃん。おにゃーしゃー。なんでシャーするのよ。よし、快諾を取り付けた。私はこの時、顔いっぱいで至福の笑みを浮かべていたはず。ナホちゃんは今本当に人気があって、他のラジオにも呼ばれてたりしてるから、スケジュールを抑えるのが大変な子なのだ。一度仕事でも絡んでみたいと思ってたんだけど、こうもあっさり実現するとは。注文したスターミルクプリンスペシャルとバターたっぷりパンケーキを食べさせっこしながら楽しんでいたら、いつの間にか時計は10時を回っていた。そろそろ帰ろうかと、ナホちゃんと2人で席を立ち、そのままキャッキャフフしながらキロに着いたの。ナホタ、次学校いつだよ。明日行くよ。仕事でだいぶ授業サボってたから、せめてレポート出すようにって言われてるの。ああ、なるほどね。うん、さやかも出さなきゃだよ。きっと次学校行ったら言われるよ。うわ、マジか。まあいいや、レポートくらい一晩徹夜すればなんとかなるさ。ああそうだ、家寄ってキビキ先生の本持ってく。読みたいって言ってたよね。どうせ帰り道だし。あ、うん、借りる借りる。おすおす。帰り道、ちょうど私の家に向かう道にナホちゃんが住んでる、というか居候してる作家のキビキ先生のお屋敷がある。事情があって、ナホちゃんは今実家でなくて、ここから学校に通ってる。先生に弟子にしてもらうために転がり込んだって話だけど、この子の行動力にはいつも見習わなきゃって思わされる。先生、ただいま。やあ、おかえり。寒くなかったかい。君は？おろおろしていた私に目をやり、優しい目でキビキ先生が話しかけてくれた。イケメンだ。ワイケメンだ。こんばんは、はじめまして。大上さやかと申します。ペコリと頭を下げると、先生は優しい佇まいで微笑んでくれる。キビキです。ナホ君と仲良くしてくれてありがとう。いつも君の話を聞いていますよ。嬉しいです。私もナホちゃんからキビキ先生のことはいっぱい聞かせていただいています。きっと私の失敗談ばかりじゃないかい。そんな、とんでもない。ねえねえさやか、せっかくだからお茶でも飲んでいかない。先生がね、超美味しいセカンドフラッシュのダージリンを買ってきてくれたの。急な振りにオロオロする。夜遅いし、先生に迷惑じゃないかな。いいですか先生。もちろん、ただお家の方が心配されるから
連絡だけしておくといいね。ありがとうございます。じゃあ少しだけお邪魔します。ゆっくりしていきなさい。笑顔が優しい。こりゃ奈穂ちゃんが夢中になるのもわかるよ。さあ奥へ行きましょう。入って。うん。先生の前だと奈穂ちゃんはいつものクールなキャラに戻っちゃう。家に電話を入れた私は挙動不審になりながらリビングに通された。広くゆったりとしたリビングは和風なイメージとベトナム系のアジアン雑貨や家具が見事に融合して独特の落ち着いた雰囲気を醸し出していた。はぁ、素敵。荷物はその辺に置いてください。自由にくつろいでね。では私はダージリンを入れてくるよ。あ、すみません。先生、ありがとう。平気だよ。私も飲みたかったんだ。笑顔を残して、キビキ先生は部屋の奥へ消えていった。素敵。ナホちゃんに誘われて、いくらするのかわからない高級そうなソファーに、私は緊張しながら腰掛けた。おお、沈む。さやか、リラックスしていってね。私ちょっとお手洗い行ってくる。うん、じゃあ寝とく。いいよ。変な姿勢で固まったまま沈んだ私を笑いながら、奈穂ちゃんが席を立つ。その数秒後だった。奈穂ちゃんの悲鳴が、お屋敷中に響き渡ったのは。うわー！びっくりして声のした方を振り返る。田口さんも、鍵ぐらいしてよ！ごめん、奈穂ちゃん！すごい勢いで扉が閉められていた。噂の田口さん？いやー、修羅場だ。信じらんない。キッチンから目を丸くして顔を出していたキビキ先生もふふっと笑って頭を引っ込める。素敵。